種まいても何も出てこないですよ、そこ。ロリメン行こう。ロリメンと、レッドヨッシー、暇そうだから行こう。探索しようぜ。君も。君も探索班。こっちの方まだ見てないからね。レッツゴー。この川は上流はどこに行ってんだろう。この川生かしたいよな。川を生かした建造物を。ああ、こっちの上、上流はこうなってんのか。卵落ちちょっと向こう側の壁まで行ってみようぜ。うわーすげえな、ほんとジャングル。なんかさ、あテクスチャ変えたらジャングルのジャングル感が増した。わけわかんねえ。どこがブロックの切れ目かようわからん。このハルシオンデイズのこの草は。うわーこれ帰れねえぞ。これ帰り際、まあ、壁際に沿って帰っていけばそのうち到着するからな。おお、なんかいる、なんかいる、なんかいる。うわ、殺せ殺せ。越えよう、こっちだ。おー、だいぶ抜けてきたぞ、ジャングルも。まだ壁到着しないのか。結構広いな。広い上になんかすげえ見通しが悪いから行きにくいね。この川沿いに沿っていこっか。多分、徐々になんか、壁際に迫っちゃってるから。いや、ピッケルヨッシーと、あー、持ってる。ロリメンが持ってるね。ロリメンちょっと到達したら一箇所壊してくれ。壁。あとどれぐらいで到着できるのか。ここすげえな。この地形。大自然感がやばい。お、ようやく壁だ。壁があったぞ。到達点だ。わえー。うわー、すげえ、水が。すごいな、ここ、沼地。向こうの方ずっと沼だ。海だ。もう、どうしようもねえな、これ。すげえ海だ、これ。こっちの方なんか草が出てるだけか。あー、これ何もないですね。これ多分、向こう行っても。多分、これは何もないですよ。おそらく海に囲まれてますね。戻りましょう。あー、なるほどね。じゃあ、向こう側探索してみるか。あっちの方角。多分、方角的にあっちの方角は、一度行ったことがある場所だと思うんだよね。なんかさ、砂をいっぱい取ろうみたいなこと言って、砂を枯れ果てさせた土地みたいなのがあったはずな。あー。うわー、すげえ、こんな感じ。うおー、いいね、あの上のやついいね、あれ。素晴らしい。その感じで作ってほしい。あー。あー、いいっすね。さあ、ここ踏み荒らしちゃうわ、これ。うん、レッドヨッシーズのこの成果はあれだな。向こう側には何もないってことだな。今度行くとしたら向こうだな。あ、ダークヨッシーもいんのか、これ。まあ、ちょっと発展の様子を見守るか。はい、ということで発展の様子を見守りながら雑談です。雑談ですね。今回動画2回やります。最後の1分くらいもまた雑談です。理由なんだけどね。やっぱ発展を見守る段階が多くて、やることがなくてさ。だったら、定点カメラでやった方がいいかなっていうのがあったんで、ちょっと雑談をしながら、雑談というかちょっと、マイクラの動画について、ご質問をしながら、まあ、ちょっと映していくわけなんですけど、このマイクラの動画でさ、この、どこを重点的に映してほしいかっていうところあって、これ動画さ、10分じゃん。でもこれ実際、1時間半ぐらいあるの、これ。さっきのヨッシーの新天地開拓のやつも、だいぶ時間かけてあれ言ってたの。でも、まあ、ちょっともう、ダダダダダって、で結構カットして、短くした感じなのね。で、どこら辺を重点的にやってほしいかなんだけど、例えば、その、私が建物を作ってるところが見たいのか、それとも、まあ、こういう定点カメラでもいいのか、まあ、はたまたみんなが作ったものを見て回るシーンがいいのか、まあ、一番時間の尺が稼げそうなのは、まあ、尺が稼げるって言い方したらおかしいんだけど、一番尺取れそうなのは、みんなの作った建物を見て回ってるみたいな動画のシーンが一番いいのかなとは思うんだけど、まあ、それにしてもこうやって待つ時間も発生してくるし、まあ、ただそれだけだったら、まあ、なんだろう、やっぱ完成品見てるだけになっちゃってもう面白くないのかなとか思ったりもするわけね。かといって、この動画の趣旨的に、私が例えば建物作りますって言っても、そんなに果たして面白いものになるのだろうかってところがあるから、
どういう感じで、あの、50人クラフトのこっちの、こうみんなでサバイバル してるやつあるじゃん、これ。これ、こっちの作り方がどうしようかなってちょっと悩んでて、あの、もう一個のさ、要塞作るとかさ、やつは、もう完璧に企画として成立してるし、割となんか面白い動画を量産できる感じは見えてきてるんだけど、この50人クラフターはどういう絵を写せばいいか、まあちょっと悩んでるところがあるので、ぜひ皆さんに意見を言っていただければと思います。はい。ということでですね、50人クラフトちなみにね、2日に一遍ぐらい配信してるんで、よかったら見てください。あの、オープンレクっていうところでやってるんで、オープンレクでやるのは、だいたい今10時、11時とかからかな。まあ、9時から11時の間にはスタートしてるかな。まあ、一番いいのが私のツイッターを見てくださいって感じですね。はい。まあ、ツイッターで私リップしたらたまに返信が返ってくるんで、あんまりにもね、もうクソどうでもいいのはスルーしたりすることもあるんですけど、はい。ということで、第1回の雑談パートはこれで終わりです。また雑談パートがあるからそっちでちょっと続き話すね。はい、ということでしばらく放置してみたのですが、だいぶ建築は進んでいるようです。てかツリーハウスみたいなのいいよな。あの辺のすげえ史跡、後で見に行こう。これはなんださ気になってたんだけど、すげえ釣りして遊んでるよねこの辺なんか。あ、いいね。なんかおのどかでいい。ジャングルの木はできるだけ残しましょう。ジャングル緑化しなきゃダメだよ。その畑作るのはいいけど、それジャングルの木は切らないでね、あんまり。すごいんだけどさ、どうやって上に登っていくのこれ。上登る入り口がようわからんのだけど。まあ、よし、見つめてる。おーおーおー、よし、ワープした。この中入っていってみるか。あ、こういうのだよね、こういうの。こういうのが素晴らしい。わー、しかも黒ヨッシーか、制作してたの。君ら優秀だね。うわー、すげえ。すげえ、なんか超愉快だ、なんか。超いい感じじゃん。なんかみんななんか思う気ままに遊んでて、ユートピアだ、ここ。この上から多分行けるはず。君何やってんの、ここで。あ、やばいやばい。あー、そうだ。ベッド壊したバカがいいんだ。うざ。ワープしよう。ちょ、ヨッシー、ヨッシーにワープしたら落ちたんだが、あいつ。なんであんな微妙なとこいんだよ、あいつ、よりによって。なんであのミラクル出してくるから、これ、爪に。あー、痛い。やばい、やばい。これ、次押したら終わるぞ。ヨシザウルスどこだ？ムンチャクッパスヨシザウルスどこいんだよ。あれ？ムンチャクッパスは？あ、いなくなってる。俺だったらあそこにダイブ余裕。ムンチャクッパスはいないのか。すげえなぁ。まだ建設中でしょ、これ。すごい。よし。ほら！俺はいける！あははは！はい、ということで、再びですね、この動画の中で2回雑談パート入れるのは俺はマインクラフト動画では初めてなんだけど、たまにはいいんじゃない。てかこういう発展を見守るのもまあ面白いじゃんという言い訳をしつつですね、雑談パート2回目なんですけど、さっき話したね、私がどういう風なシーンを映してほしいかっていうところなんだけど、もうあの動画のバランス的にはね、あの要塞建築2の50人前くらい1ぐらいの2対1ぐらいの割合でまあ出していこうかな。まあ2対1もしくは 1.5 対1ぐらいの割合で、ちょ待って、 1.5 対1って2対3対2、うんうん、 3対2だね、うん、3対2ぐらいの、割合で出していこうかなっていうふうに思います。はい。あと何の話するんだっけ。そうあの50人マイクラもちょっと若干ネタ切れ感もちょっとあるんですよ、さっき言った通り。なんでちょっとやってほしいこととかをちょっと具体的に欲しい。ヨッシーと冒険してほしいですとかじゃなくて、こう、なんか具体的に欲しいね。具体的になんかしらの、あの、もう地下帝国とかもやり尽くしたし、まあワンチャン H1Z1 とかやるのもありなのかなともちょっと一瞬思ったりもするけど、まあね、あの、まあ、やっていきましょう。
マイクラに関してで、他の、なんかモッドめっちゃ使ってみるとかも面白そうな気もするんだけど、どういうモッド使ったら面白くなるかも、いまいちわかんないし、まあ、またモッド入れるってなったらまためんどくさいことにもなりそうな気もするんだけど、まあ、なんかしらネタとして面白いネタができるんだったら別にモッド入れてもいいし、ちょっとネタ切れ困ってるんですよね。なんで、ぜひ、お願いしますというか、なんというか、何か面白いネタがあれば、ぜひ紹介してください。あんまり他の YouTuber のマインクラフトの企画動画見ないから、なんか参考になりそうな人いたら教えて。この人のマイクラは面白いから見ろっていうの。なんかマイクラの動画もさ、正直あんま見てなくて、セイキンのマインクラフトしか見たことない俺。だからちょっとわかんないから、ちょっと面白いマインクラフトの参考になりそうな動画教えてください。ワールド紹介してる系はちょっと無理かな。何が無理かっていうと、ワールド紹介してる系だったら、なんかもうほんと作り込んでたった3分の動画みたいになっちゃうから、それ以外でお願いします。じゃあ、まあ、次回は要塞の動画になるんで、バイバイ。